どこからもですか、うん、これあのコーナーの時にじゃあ2つか、ジングルがないんです。曲は始まってから探してもいいですけど時間的に間に合わないんで、やっぱりジングルはジングル終わって抜きましょうね、全部下げてから。で、私も間に合ってますね、エンディングなんで。はいはい、そうですね。あ、そうですね、全然間に合いますよ。いやカンナさんいないっすね。ね、二人か。ね、まあ、いないいないっては聞いてたけど、うんうん、本当に来ないんだね、あいつね。ね。ね。自分もなんでよく来ない理由がまだ、まあね、あんま分かってない。ちょっとだ、技能ガルフの、なんですか、まあ、根幹みたいな、ラジオパーソナリティのね。ですよね。それをほっといてまで本当に来ないんですね。ちょっとショックでした。ちょっとショックね。ね、まさか、まあ、先週ね、まあ休むよ休むよって言って、まあ来るんだろうなと思ったらね、ね、とか言ってってね、来ないんだね。ね、来ないんですね。うん、まあまあまあ、でも、ね、全然2人でも行けますけど、ね、余裕っすよ。いや全然、え、怖いんすか、伊波さん。全然怖くないですよ。ですよね。いや、むしろ俺だってあの1時間で足りますかみたいな感じで、今週の技能ガルフはもっといけんじゃねみたいな。だってあのいつもね、神田さんが喋ってるから、俺たちいつもその、うん、トークセーブしてるようなとこがあるじゃないですか。ああ、まあまあ、思いっきり喋れてないみたいなところがあるから、神田さんを喋らせてあげてるみたいなね。そうそうそう、今日はもうちょっとね、そこら辺生成した気持ちなんで、はい、もう思い切ってミノガルフ行こうかなと思ってますよ、ね、いいと思います、はい、じゃあ行きますか。行きますか。はい、ゆうこと伊波のギノガルフ。ギノガルフ。こんばんは、 OBP 沖縄美少女プロジェクトのゆうこです。こんばんは、伊波優作です。はい、始まりましたギノガルフ。ギノガルフね、さあ2人ですよね、うん、なんかでも、うん、思ったよりも普通かも、うん、あ、普通かも、うん、俺もそんなに先週の時点ではなんか俺緊張するのかなとか思ってたんですけど、ね、割と意外と意外とね、意外とそうですね、なんか落ち着いてますよね。もうさ、これが本来の姿なんじゃないかなっていうぐらいね。あ、ギノガルフの、ギノガルフのあれって選手いました、神奈さんっていうぐらいの、本当に全然、まあね、だってスタジオもこんな広々とね、うん、やっぱ割とそうなんですよ、広い、スタジオが広く感じる、うん、割とね、まあ、本音で言ってもちょっと3人ちょっときついかな、ぎゅうぎゅうかなと思ってましたもんね、うんうん、まあなんかのびのびとちょっとね、確かに肩の力もリラックスして喋れるなと思って、うん、いや、なんかいいですねこれ ね意外と、うん、本当に余裕かもしれないね。あ、本当に意外とね。あ、本当にそうなんだ、うん、あ、そうなんだ、ね、意外と、わかんないですよ、わかんないけど、今のこのオープニングの感じは、はい、なんか伊波さんとちゃんと仲良くできてるなって思ういや、いつも仲良くはしてますからねはい、まあ、あの神奈さんは今日はあのプロ野球の、はい、今あのセルラースタジアムの方にいるのかな、うん、の方で、まあ、お仕事の方でですね、このギノガルフに来れないということで、うん、まあ、先週から告知してた通り、はい、まあ、今週は、僕と優子ちゃんの2人で、2人でね、はい、いきますね。どうかな、やっぱ新鮮でしょうね、見てる人も聞いてる人も。今日はだからメイン MC は一応じゃあゆうこちゃんが、え、あ、本当進行していくっていう形でいいですよね、うん、まあ、でも伊波さんがやるんで、うん、もう本当に大丈夫です、もうマジでみんなね、みんなわかると思いますよ、伊波さん、うん、トークめっちゃうまいじゃないですか、全然噛まないし、ね、一人しか拍手してなかった、ね、誰もギャラリーさんみんな下向いてますけど今日ギャラリーの皆さんみんな下向いてますけど本当だ本当だ大丈夫ですか、なんかね、申し訳ないですね、うん、はい、あ、そんなことないですか、大丈夫、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、優しい、大丈夫、伊波さんがいるから自分はもう安心してますよ、あ、ありがとうございます、うん、はい、じゃあ1週間、あ、早速いきます、いつものギノガルフのオープニングの1週間何があったのかな、ね、のコーナー、うん、はい、はい、なんかありました、そうですね、まあこういう時に限って、うん、そんなないんですよね、ないんだないんですけど、まあ強いて言うと、はい、強いて言うとなんですかね、まああのバド
バド最近始めまして、バドミントン、はい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 、あのうちのその職場の制作部でですね、はい、まあ、毎週月曜日、まあ、先週からなんですけど、うん、バドミントンやったんですよ、はい、だから先週の月曜日やって昨日やって、うん、まあ、2回目なんですけど、まあバドミントンってハードですね。やったことある？高校の、うん、あの体育の授業ぐらいしか自分やったことなくて、あめっちゃ運動音痴なんですよ。あ、そうだっけ。そう、ダンスとかは好きなんですけど、うん、すっごく運動音痴でバドも全然できませんでした。でもプールは泳ぎは得意なんですよ。泳ぎは平泳ぎだったらあのマジで永遠に泳いでる永遠じゃあこれは絶対平泳ぎ、ね、泳げる人みんなそうですって、うん、俺前にも言ったけど、うん、永遠ってことはないからね永遠に泳ぐっていうことはないからね。人間には常に衣食住がつきまとうから気持ちの持ちです。永遠ってことはない、はい、だから浮きながら食べるみたいな、うん、浮きながら食べる。足はつかない、永遠に足はつかないでいけると思う。ああ、そんな言うことはない。バドミントンダメ、ダメなんですよ。俺意外と結構いけるんですよ。俺もともとね、はい、こう見えてもまあうちもともとスポーツマンではあるんですけど、はい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 、まあ体力がもうなくなってきて、うん、だからあの筋肉痛が結構ひどいんですよ、うん、あのうん、はいはいはい、しかもすぐ来なくて、ちょうどね、まあ、月曜日やってで火曜日の夕方ぐらいからマジでこの右半身がもうちょっとだるくて動きにくいんですよ。だからまあ年のせいかもしれないですけど、うん、でずっとなんかねコップ掴むのも、うん、もう握力がないから本当にもう飲みにくいぐらいなので、相当頑張って全力なんですね。相当全力でやってるんですよただね、その制作部みんなで行くんですけど、うん、一人ね、うん、まあ、その後輩のスタッフに、はい、まあ、つよぽんっていう、はい、愛称で呼ばれてる、まあ、スタッフがいて、はい、そいつがね、まあ、制作入って1年で20キロ太ったっていう、まあ、もう本当に異色のモンスターだった。20キロですよ1年ですごい。なんだお前、もう本当にみんなでお前ちょっともうちょっと太りすぎだろうって、はいはいはい、もういろいろ言って、まあまあ、運動もできないだろうって、うん、ちょっとまあ下に見てたやつが、はい、このバドミントン行くと、そいつなんかもともとバドミントン部だったらしくて、うん、もう一番うまくてっていうかもうコースばっかつくんですよ。あんま動かないけど、うん、動けるタイプの人なんですね。動けるっていうか、まあまあ、テクニックがある、うん、だからもうすかすかもうコースばっかりついて、はい、しかもこうやってねバドミントン経験してるだからこそなんですけど、うん、ルールにうるさいんですよ。俺たち別に遊びに来てやってるのに、はい、ルールにうるさくて試合がガチでなんか、はい、いやこれ今のちょっとライン超えてましたよとか、うんうんうん、今の下から打ってくださいみたいな感じでちょっとこのなんだろう、バドミントンやってストレス解消になると思いきや、うん、だんだんなんかちょっとそのストレスもちょっと溜まってきて、なるほどね、だからそれをねちょっとだんだん、まあ、週を重ねることでちょっと自分たちのレベル上げていってねそいつ本当にギャフンって言わせてあげたいなっていう体育会系ですね、うん、でいつかちょっとギャフンって言わせてやろうと思ってます、はい、でその人はやっててなんかちょっと痩せてきたりしてるんですか。あもうさすがにちょっとは痩せてると思うけど、うん、でもあんま見た目わかんない、もう本当に、あ、うん、本当にねもう丸っこいんですよ。フォルムは一緒だ。フォルムはもうもう一緒だからわかんないけど、まあでも週一のやっぱ運動だから何かはまあ減ってるでしょうね。うん、はい。っていう、まあ、今筋肉痛のままちょっとお届けしてます。そうなんですね。はい、じゃあまあ、ゆっこは、うん、今週の土日に、うん、あのティーシーさんっていう、うん、沖縄の3人組のアイドルグループがあって、はい、そのティーシーさんが結成2周年の、うん、大イベントだったんですよ、うん、でもうティンシーの顔であるって言ってもいいぐらい本当に面白い可愛い海ちゃんっていう子がいたんですけど、海、うん、ちゃんがね、留学に行くことが急に決まったらしく、この2周年祭と同時に海、うん、ちゃんは卒業っていうのがあって、あ、写真部部長が、あ、来た、また今週も、そう、 ありがとうございます。あ、これがティンシーちゃん、海ちゃん、はい、で土日どちらともあのイベント出させていただいたんですけども、うん、もうね日曜日のこのティンシーの海ちゃん卒業ライブの時、うん、もうずっと客席で見てたんですよ、うんうん、もう終わった後に OBP の出番が終わった後にこのティンシーさんのライブを最初から最後まで見てて、うん、もうなんかねかぶっちゃって、いろいろ自分辞めるわけじゃないですよOBP 卒業するわけじゃないけど急に爆弾発言なのか、はい、じゃないけど、うん、こうなんか
海ちゃんも頑張ってきただろうし、うん、とっても楽しい子だし面白い子だけど、うん、やっぱりなんか辛いこともいろいろあったんだろうな今までって思って、うん、なんかアイドルって素敵と思ったんですよ。あ、改めてね本当になんかこう笑顔で泣くの我慢して歌ってるのとか、あ、もういつもとやっぱ迫力が全然違くて、はもうこの3名とも違うんですよ、うん、なんかそれ見てて、うん、アイドルって本当なんかいいなと思ったし、自分もアイドルやるまでは、うん、なんか正直よくわからないこといっぱいあったんですよ、うん、どういう感じなんだろうとか、うんうん、自分がアイドルできるのかなっていう思いが超すごかったんですけど、うん、なんか本当にこの日曜日に6月25日の日曜日に、うん、ティンシーさんのライブを見て、あーなんか頑張ろうって思えて、あ、改めて本当にもう泣きました。あ、本当もう泣きながら見てました自分も。あ、でこの OBP の中で一番塩対応の、うん、あのリリーって子がいるんですけど、はいはいはい、今中学2年生かな、うん、もう全然まず泣かないし、うん、もう悩んでることとかほとんどない子なんですよ、うん、でもライブ終わった後物販始まる前ももう号泣してて、うん、この海ちゃんと仲が良かったのでめっちゃ、うんうん、もうなんかそれ見てもあもう大丈夫だよみたいな大丈夫みたいな頑張ってこうねみたいな、うん、またお母さん的立場がちょっと出て、ね、出ちゃったんですよお母さん的なのが。なんかね本当に考えさせられたというか、なんかこのままじゃダメだなと思ったし、自分もこの、まあ、海ちゃんは留学行く、うん、アメリカに留学行くみたいなんですけど ね、 すごいね、勉強頑張るということで、だからなんか海ちゃんの分もじゃないですけど、うん、もっとなんかキラキラしてやっぱ沖縄だけじゃなくてこう県外とかにも発信できるようになりたいなってなんか改めて思いました。だからすごいいい経験でしたね。このやっぱアイドルさんの他のアイドルのステージを見ることもあんまりないんで、やっぱ客観的にねそうやって見るのがね、そうそうそう、またなんか一つ勉強になるかもしれないですね、はい、だからすっごく勉強になりました。 OBP でもその話しててすごいいい週間でした。いやなかなかの充実した、うん、あそうですか、はい、だからもうなんか頑張ろうみたいな OBP みんな頑張るぞみたいな感じ。あいいですね、はい、じゃあ頑張ってツイキャスもね、ツイキャスうわいっぱい来てますよ。あすごい、ありがとうございます。やったじゃあ、今日いつものじゃあツイキャスの、はい、何ですかのコーナーやります。何ですか、何ですかのコーナーでしたっけ、どうしたの、何言ってるんでしょう、何言ってるんでしょうのコーナーですね、はい、はい、行きます。一発ユーミンさんこんばんは、神田さん野球観戦でいないけど千葉利用ありがとうございます。サウロお兄さんこんばんは、神田国ピロです。何言ってるんでしょう何言ってるんでしょう、野の中の銀のホタルさん、メインキャスターがいない、はい、その通りですね、はい、沖縄ニャンチュールさんこんばんは、こんばんは、神田さんなしの技能ガルフどんな実況になるのかな。まあまあこんなかまあ全然ですよ、ね、全然そんなんね変わらないですよね、変わらないですよ、もう全然大丈夫ですから、足は震えてます、はい、水に刺した花さん雷すごいですが、うん、急なはあこっちもねさっきから稲光結構なってましたね、光ってはいるけど音は大丈夫そうです、はい、はい、沖縄大好きさんこんばんは、カッツレングスク、アマワリアイビン、なるほどこれ私がやってた舞台の系列舞台なんですよ、ありがとうございます。はい、ジェットインコさんこんばんは、全然違和感ないじゃないですか。そうなんですよね、その通り、はい、青いソニカさんこんばんはストーリーリカです、はい、今時の人ですね、そう時の人、はい、何言ってんでしょう、あとはどこかな、あ、新鮮ですね、はいはい、お、サウロお兄さん、はい、雨で中止になったみたい、え、嘘、え、あ、そうなの、沖縄大輝さんさっき雨降って野球中止になったという情報が、マジ、え、チャタンのいっちゃんさん、セルラースタジアムは雨で中止になったから、カンナさんはすぐ FM ギノアに向かってください。あらあら、え、中止になったの、あ、そうなんだ、え、マジで、みんな、あ、ほんとだ、みんな中止になってますって、あ、ほんとだ、マジですね、これね、そうなんだ、あ、じゃあもしかしたら、まあね、でもまあ今日はね、うん、あ、沖縄ニアンチュールさんが、うん、セルスタのナイター、うん、試合開始直後に片振りが起こって、うん、1時間後に再開したものの、うん、また大雨が降ってそのままノーゲームになったんですね。うわー、ちょっとでもお客さんちょっとかわいそうですね。ねえ、あ、そうですか、え、来るのかないやでも来ても入れないでしょ、スタジオ、ね、だって今日僕ら2人のギノガルフですから、ね、もう裏切られちゃいましたもんね、はい、ね、そうです、そうです、今日はもう2人で全然僕ら2人で行きますよ、はいはい、サウロお兄さん、ゆうこちゃんラジオ番組持っても大丈夫だはず、うん、その通り、よし、じゃあ来週からは一人でいやいや俺は入れてよ俺も入れてさ、それじゃあ、はい、まあ、じゃあちょっとだけね、まあまあ入れますね、はい、はい、サウロお兄さん、ギノガルフも中止になりますか、なりません、なりません、はい、はい、ノリミーさん、バンバンコを見てるよ、ありがとう、友達です、はい、イエーイ、まあ、こんな感じですかね、はい、
わかりました、はい、じゃあそうなんだ、野球 ね中止になったんですよ。もしかしたらじゃあ向かってるかもしれないですね。向かってるかも。でもまあでも、ね、まあ、仕事で、まあ、カナさん行ってるんで、いろいろその中止になってもいろいろなんか、やることあると思うんで、そうね、まあ、どうなるかは分かんないんですけど、まあ、今日は2人で、今日は2人で、はい、はい、キノガルフやっていきますのでよろしくお願いします。お願いします。じゃあマイ提供の方、お、はい、おわよ、ちょっといやが僭越ながら読ませていただきます。はい、この番組は石垣島の三崎牛グッドフィールドグループお菓子御殿の提供でお送りします。ギノガルフ、CM 入りました。あ、そう、はい、お願いします。ちょっとしばらくこっちのここで2人座っててもらっていいですかね。はい、はい、で、呼び込んだら間に入ろうね。はい、え、神田さん来るんですか。だからね、わからない。やっぱ調子だったんですね。うん、ごめん、まさかの。まあいいですよ、全然。おお。でも僕らね、全然今日は。いい感じ。もう、感じはつかめてきたもんね。早いな、そんな。ラジオの感じつかめてきてる。これがラジオ。シーマキ10秒前です。写真。5秒前。3、2、1。おふくろさん、宝物やごちそうを並べて酒盛りの真っ最中で、ホラー映画ですよ、ただギノガルフ。はい、OBP のゆこちゃんとイハでお届けしてますギノガルフ、はい、さあここで、はい、グッドフィールドグループからのお知らせです。はい、ゆこちゃんお願いします。はい、今日はワンアフターアナダーナイスクラップ三栄那覇メインプレイス店をご紹介します。ガールよりレディ、レディよりリトルレディ、ずっと可愛くいたい、でも可愛いだけじゃ物足りない、甘くてラブリーなガールの世界から優美でどこかミステリアスなレディの世界へ、ドキドキしながら扉を開くような物語のあるファッションを提案しています。ただいまナイスクラップ那覇メインプレイス店ではお得なサマーセールを開催中。店内商品最大 50% オフ、さらに限定ショッパーも配布しております。トレンド満載のオフショルブラウスや刺繍ベルト付きショートパンツ、毎年定番になってきたサマーブラックワンピースシリーズ、ヴィンテージ感やレトロ感にこだわった色や袖の形、レースなどはナイスクラップにしかないこだわりのデザインになっています。今年のサマーブラックワンピースのおすすめはレースの襟がついたレトロなワンピース、袖が2段フリルで大人可愛い形です。ネットでの先行予約は即完売、ただいま店舗にてご覧になれますので、ぜひこの機会に遊びに来てください。ナイスクラップ那覇メインプレイス店ではブログも更新中です。新作アイテムやコーディネート、再入荷情報やフェア情報などを発信しています。ぜひチェックしてみてください。お問い合わせはワンアフターアナダーナイスクラップ三栄那覇メインプレイス店 098-951-3340 098-951-3340 までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。はい、はい、今週はナイスクラップ、はい、那覇メインプレイス店ということで、うん、店舗はこんな形。そうですね、前も以前にもナイスクラップ紹介したんですけども、もうね、メインプレイスにある服私全部好きなんですよ、店舗、うん、でナイスクラップも絶対にチェックするんですけど、まあ、どういうお店かというと、うん、結構フリルものが多くて、で、まあ、ガールよりもレディ、レディよりもリトルレディといった可愛くいたい子には絶対におすすめなお店ですね。こちらもね、すごく可愛い服がちらっと、はい、うん、こちらにも写真にも写ってます。で、今がなんと店内商品最大 50% オフ。わあ、すごいね。まあ、
今から夏なのに、ね、夏、今から夏で今 50% オフなんですね、はい、でさらに、うん、限定ショッパーも配布中ということで、これかな、これ、はい、これよね、はい、ナイスクラップの限定ショッパーで、色はランダムになるそうなんですけども、こちらも今配布してるということで、はい、おすすめです。そして、うん、今毎年定番とはなっているんですけども、うん、もう今年は本当に定番中の定番です。サマーブラックワンピースシリーズですね。で、色や袖の形、レースなどは、はい、うん、レースなどはですね、ナイスクラップにしかないこだわりのデザイン、こんなかな、はい、これですね。袖が2段フリルで大人かわいい形となっています。でネットでの先行予約は即完売ですよ。やっぱ人気なんです ね、直接店舗にはまだ置いているそうなので、はい、ぜひ皆さんこの機会に遊びに行ってみてください。これがナイスクラップだ。はい、これだ、はい、三重那覇メインプレス店の1階ですね。あっち中央からどこ口って言えばいいんだろう、うん、外の蔦屋の方に向かった、はいはいはい、入り口の方に向かったところにあるので、うん、ぜひチェックしてみてください。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。はい、ありがとうございます、はい、さあということで、うん、まあ、2人でお届けしてます、芸能ガルフですけど、はい、まあ、ちょっとね、なんか野球、かなさんが言ってる野球がちょっとまあ中止になったということで、まあ、ちょっと状況がねどうなのか分かりませんけど、うん、まあね、まあ、今日のギルガルフは僕ら2人で進行ということで、はい、まあ、2人で進行するの全然もう問題ないんですけど、もう全然つかみもね、うん、感じも全然つかんできたんで問題ないんですけど、足は震えてるけどね、どうしてもね、まあね、あの見えてないこの足はちょっと震えてるんですよね、ガクガクですね、今ね。まあちょっとプレッシャーとかっていうのをどうしてもあるんで、うん、今日は、まあ、ゲストではないんですけど、うん、まあ、一応僕らもちょっとプレッシャー感じるんで、はい、ちょっともう僕らのなんか、なんだろう、隣にいると落ち着く人、はい、まあ、なるほどね、心の友的な人を、うん、実は今日スタジオにそれぞれ一人ずつ、はい、呼んでます、呼んでます。どうぞお願いします。心の友、心の友、あの 人の字の右側の人って感じですね。はい、では、はい、それぞれ自己紹介の方お願いします。はい、美咲です。こんばんは、美咲です。はい、ゆうこの心の友です。ゆきのです。はい、ゆきのさん。イエーイ。そうなんですよね、まあ、誰っていう感じなんですけど。はい、僕らの一人一人ちょっとね、うん、あの落ち着く人、心の友を今日は呼んでみたっていうことで、うん、はい、美咲ちゃん、まあ、ちょっとじゃあつながりだけちょっと教えてもらっていいですかね。そうですね、まあ、今日私の心の友になっている美咲なんですけど、高校卒業して後にですね、私一時期キックボクシングを1年半ぐらいやっていたんですけど、このキックボクシングに、うん、初めて行った時に、うん、まあ、美咲がいて、はい、で同級生なんですよ、うん、同い年なんですけど、それでもう美咲の方からめっちゃ喋りかけてきてくれて、同級生みたいな、同級生だよって言ってくれて、明るいもんね、だって 今はちょっとでもガチガチに緊張してるんですよ。手汗がすごいですね。本当に手汗がねえ、まあ、ずっとスタジオ今日ね、うん、打ち合わせの時に入ってきた時ずっと笑って、ね、笑顔で、ね、ずっとね、今でこそ引きつった笑いは引きつってますけど、はい、いやすごい明るい子だなって。本当にそう、明るいんですよ。なんで会って、まあ、高校卒業してから会ったので、うん、まだ2年ぐらいか の、 あの関係なんですけど、すっごく楽しい仲間ですね。美咲ちゃん仲いいんですか、はい、ゆうこちゃんと。もう仲いいです。もう仲いいです。もう仲いいですよ。仲いいんだね、ラジオ。仲いいです。そうですね、ラジオなんですけど、仲いいんですよ。仲いい。はい。どのぐらい仲がいい？どのぐらい仲がいい？10で例えると、9.7 ぐらいですかね。0.3 何よ。0.3 はちょっと言えないんですけど。10で例えるとって言って、上げたて5しか出てないから。10で例えると9.7。9.7 仲いいです。相当仲がいいですね。今はね、ガチガチしてるんですけど、はいはい、さっきね、打ち合わせの時、めっちゃおしゃべりだったじゃないですか。めっちゃおしゃべり。美咲、うん、もう飲んだらすごいんですよ。あ、ほんと。やばい。ほんとにもう。ちょっとやばいっす、これは。ね、ちょっと本当にすごくて、このキックボクシングの時に、うん、あの、まあ、飲み会みたいなのがあってね、うん、キックボクシングのメンバーで飲んだんですね、うんうん、そしたらね、もう酔っ払って、うん、もうあはははってずっと笑いながら、うん、もうガチでミットを殴ってるとか絶対試合出るっていうのがもうボッコボコに殴ってる。試合には出て、まだ出て、試合にはまだ出てないよね。出る前にもう学校通って、あ、
学校に、はい、そうそうそう、なるほどね。そう、今、そう、ゆうと見せてもないんです。何もこっちがドキドキするわ。まあ、今はね、こんなガチガチですけど。みさきちゃんでも可愛い T シャツ着てるじゃないですか、今日ね。あ、実はこれは弟のを借りてきました。弟のかい。嘘でしょ。弟のかい。ちょっと自分がなさすぎてですね、洋服が。弟の借りてきました。俺ね、だから美咲ちゃんが今日スタジオ来た時はだいぶ俺ツボで、ずっと笑ってた。だいぶちょっといじりたいんですけど、まあちょっとじゃあ僕の心の友の紹介もいいですか。平幸乃さんで、はい、まあ幸乃さんは山田です。あ、ごめんなさい、山田です。そう、あの、それ本当に心の友です。大丈夫。いや、あのね、大丈夫、いいですよね。さっきも間違えた。いや、ね、はい、いいですよね、はい、結婚されたんですよ最近。そのことぶき大社で、あの3月まで僕と一緒にその制作、はいはいはい、まあ、ディレクターとして一緒に働いてたんですけど、ことぶき大社で、まあ3月に退社して、はい、で、まあ今なんですけど、あ、まあ、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、覚えて、ね、お、はい、どうですか今の。じゃあ、あ、生活ですか、うん、ですね、新婚生活、はい、めちゃめちゃおすすめします。マジで。あ、マジで。本当に、はい、なんか早くやっとけばよかったなっていう感じです。なんか一緒に暮らしたらちょっとなんか違うとかあるじゃないですか。あ、もう全然それはない。そうなんだ。もう毎日カフェ三昧、映画三昧。いいな。夜も飲んでますね、もう。マジいいな。だから、あの3月で、まあ、結構15年ぐらい勤めてたんですよね。まあまあまあ長いじゃないですか。で、大体ね、普通の人だったらまあ15年もね、はい、あの仕事してたら、うん、まあもう辞めるってなったらちょっとあのね、寂しい感じとかかもしれませんけど、はい、この人はもうまるでもう本当に毎日もう生成したわみたいな。3月でもな、本当にあの送別会とか、はい、結構何回か やってもらったんですけど、はい、もう1回も涙が出なかったんです。15年やってるでしょ。1回も涙出ないってある。生成した。生成したんですよ、うん、はい、すごい。もう やりきったってことですね。もうでもちょっとそうですね、やりきった感はあるかもしれないです。かっこいい。実はその雪乃さんの名前はこのギノガルフでも何回か登場してるんです、はいはいはい、あのカンナさんが、ね、あのママチャリの番組、ママチャリレースでしたか。レースで、ね、あのいろいろ文句言ってたのがですよ、ね、自分で買いに行かされた。そんなのあるっていうのを言ってた。やっぱその雪乃さんですね。いや、あれは理由があるんですよ。あ、はい、ここでカナさんとかがすごい悪口言ってたと思うんですけど、うん、ちゃんと理由があって、うん、やっぱ自転車、うん、カナさんが乗る自転車は自分で買った方がいいんですよ、はい、あ、自分で乗るからね。そう、自分で乗るから、うん、これでね、私が買って、うん、ちょっとなんか痛いんだよケツがとか言われても、うん、ねえ、うん、迷惑だと。そうなんですよね。迷惑やで。こっちはこっちで怒ってるんだよ。そうなの。なんでこんなの、カンナに文句言われんといけんって、侵害だよみたいな感じで、はい、ね、うん、あれ何でしたっけ、いい、あのまあいろいろこのね、雪乃、うん、さん、あの名言、失言もいろいろあるんですけど、はい、はい、なんだっけ、ベリーダンス、カンナさんにベリーダンスを教えるときどうやってレクチャーしたんでしたっけ。あ、あ、じゃあまず、うん、子宮を前に突き出してください、うん、カンナさんないわ。俺子宮ないわって。男やでもそれ言われて、あ、そうだなって。私は先生の言葉を丸々伝えたんで。そうそうそう、やばい、雪乃さんも強烈ですね。すごいいいんですよね。あ、面白い。なんかでもなんか2人ね、いい感じですよね、うん、もうあった、ね、あって、なんかすぐわかるわ。うん、ね、すぐわかる。いや、いい感じの、ね、だって2人も今日初対面なんですよね。そうなんです。はい、初対面です。さっきもずっと、ね、僕らのオープニングの時、僕らのラジオ聞かずにずっと喋ってた。思った思った。ずっと喋ってたでしょ。全然ね、こっち見てくれないから。全然見てくれない。すごい夜景が綺麗だな。こっちのこと気にならんのかねと思ったんですけど、なんそれは気にならないんですね。なんかお腹空いた方がちょっと勝ってました。ね、まるで今お腹空いてんの、はい、お腹空きそうな顔してるよね。みさきちゃんね、すごい好きそうな顔。あ、ちなみに、まあ、僕らオープニングでね、うん、1週間、この1週間何をしたかみたいなコーナーっていうか、うん、エピソード言ってるんですけど、ちなみにみさきちゃんこの1週間何してました。思い、なんか1週間で一番濃い思い出ですか。印象に、うん、はあ、毎日7キロ走ってることですかね。え、これは本物です。冗談抜きです。本当にこれは自慢です。あ、やっぱさっき言ってたそのキック、あ、そうそう、キックではなくて、動かすのもともと、あ、すごいんですよ、この子すごいんですよ、うん、ね、はい、体力測定とか。あ、そうなの。すごいんですよ。行ったれ行ったれ。え、自分がですか。行ったれ行ったれ、自分でですか。うん、行ったれ。
体力測定で高校の時にちょっと満点を取りまして、ちょっと1位になりました全国ですよ、全国全国ですよ、満点、すべて満点取りました、体力テストで全国1位ですよ。あ、全国1位？全国ですよ。嘘、満点なんで自動的にもう、あ、全国1位になるんだ。そう、90点満点になので、すべて、はい、すごい。その中でなんか一番得意なのとかある？じゃあ体力測定で言って。まだ知らないけど反復横跳びとか。あ、マジで今何回うなずいた、今死にうなずいたな、今当たってるんですよ、今一瞬で6回ぐらいうなずけた、本当に当たってるんですよ、早、うなずきが早。もともと多分体を動かすのはとっても好きなんですよ、で、毎週今、毎日走ってるんだ、はい、あのバイトの時も休憩時間に、うん、もうちょっと5キロとか走ったりして自分で笑ってる何がおかしい？わかんないです。休憩時間に5キロあのさ走るのの何がおかしい？わかんないですね。まあね、雪乃さんもなかなか自分でね、うん、自慢もね、いっぱいもあるんで、ね、そう、この1週間ですか？この1週間、この1週間、この1週間、もう体力はちょっと置いといて、はい、もう人生初の、はい、親知らずを抜いたんですよ。あ、この1週間で？いや、そう、先週先週週間の間に抜歯したんですよ、うん、あ、そうなんだ、人生初の、痛く、まあ、そうですねいや、意外と痛くなかったなと思って。あ、そうなんだ、はい、幸せだからそういうちょっと痛さとかもなるほどね。コーヒー飲んで抜歯して、コーヒー飲んで抜歯してコーヒー飲んで抜歯してっていうか、そうなの、親知らずない、わかんないんですよ、自分まだなくて。でも、なんかあったよね、なんか飛行機乗る前やばかったじゃん。3本、4本あります、ね、親知らず。で、1本抜いてなくて、あ、3本も抜いてないや、すいません、今はなしで。なんで、じゃあ言いたかったことが違かった。なんでもないです。なんか飛行機乗る前にさ、行った、歯医者。ね、1本は出てるんですけど、あと3本は神経通ってて、うん、もう歯肉の中に入ってるんですよ。横に、レントゲン取らないとわからない状態で。すごい、なんかもう一人カーニバルだね。ずっとメリーゴーランドがずっと高速でなんか回ってるみたいなイメージだね、美咲ちゃん。じゃあちょっとリクエスト、せっかくなんで2人ね、なんか好きな曲選んできてるみたいなんですけど、どっちがやります、リクエスト？1曲しかかけれないんですけど。じゃあ、はい、いや、もう美咲ちゃんだそこはじゃあ譲ります、雪乃さんに。やっぱいいんですか、もう先輩なので、全てにおいての、はい、人生の先輩ですか。人生の先輩なので。じゃあ大丈夫ですか、はい、すみません、ありがとうございますもうリクエストなしにしますそうですねやりましょうか曲はね。じゃあそうですね、はい、じゃあ今日は、雪乃さんのリクエストです、はい、曲をお願いします。フィッツ&ダ・タタルンズ。これ本当に好きな曲大好き俺好きな曲選んできて、めっちゃノリノリ、本当に好きな曲めっちゃ聴いてください。あ、わかります、うん、はい、ハンドクラップです。めっちゃノリノリ、いいね、いや、いいね、いいね、いや、楽しい楽しい、すごい、美咲ちゃん、美咲ちゃん面白いな。今大丈夫、普通に、こっちは、ここは見えてるよ、これレゲ、ここは見えてるよ、ツイッター。あ、やばいやばい、これレゲ、あ、これ今、言葉入ってる、あ、こっち、あ、これはね、ユーストで今、ずっと流れてる、あ、これ入ってる、今喋ってる言葉、今入ってる、やばいね、やばいね、大丈夫、大丈夫、レゲエとか聞いていいの？うん、大丈夫、大丈夫、あ、レゲエ、これレゲエです。え、これレゲエですか？なんだろう、ヒップホップ、ヒップホップかな、ヒップホップですか、ヒップホップかな、ヒップホップ、ヒップホップ、ヒップホップか、なんでこれ、めっちゃかかるよこれ。めっちゃかかる。この曲。あ、どこでですか。AFM。よく聞いてない。かっこいい歌ですね。かっこいいわけ。うん、飲み屋とかで流れるんですか。あの流れですね。じゃんちょっとみたいな。雪乃のバーで流れてる。もうよ。雪乃の好きそうな。大丈夫、あのほら、さっきさん。ツイキャスでね。ツイキャスもあるんですか。ノリミ、さっきまた入ってて、野球でも中止になったんだよ、ほんとね。ノリミさん、ミサキングだー、ノリミじゃん
でもあっちからこっちに1時間かかるかな。ですね。間に合う。試合自体は何時だったの？7時？7時？これどうする？あと出ていい？あ、はい。CM の時。オッケー。そう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 。こっちはどうなの？めっちゃ面白いな。めっちゃ面白いっすね。よかった。面白い。パニックでさ。冷たかったわけ、さっきから。今良くなってる。選挙選挙立候補立候補してます。もうやばかったんだよ、本当に。ちょうど。これはちゃんとバシって決めるから、マジで。よし。楽しみにしてる。良きところで降ろしてやりますかね。はい、あと1分、あ、50秒ぐらいで。あ、じゃあ全然できます。じゃあ曲送りもやってね。え、はい、わかりました。え、これちゃんとあれも言わんといけないんですか。一応アーティスト名と曲言って何をお届けしますか。で、ゆうこちゃんのタイトルコールでね。30秒です。タウトル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 。フィッツ&ザ・トートルームスハンドクラップお届けしました。はい。私たちをもっと褒めて。はい、はい、ということでですね、カンナさんのいないギノガルフでも私ゆうこと伊波さんの2人だけでも番組はしっしっかりできるんです。できてるんです。できるんです。できるんです。はい、普段はカンナさんがいるせいでまあね、ゆうこと伊波さんの良さがぼやけてるのかもしれないということで、今日はね、うん、まあ私たち二人のいいところを、うん、心のともにどんどん発表してもらいましょうということで、まあ僕たち二人は別にそんなのね、うん、こういうコーナーやりたくはないんですけど、ね、別にな、まあ二人がどうしてもやりたいっていうから、ね、その美咲ちゃんと雪乃さんが、うん、今日はもうこのコーナーもうしぶしぶ設けることにしたんですけど、ね、もうせっかく来ていただいたから、ね、からやりたいことをやってもらって帰った方がいいからね。はい、と、はい、いうことで、じゃあ僕らのいいところ発表してくれるんですよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。美咲ちゃん、はい、これ一応ちゃんとネット全部載ってるからね、ちゃんとね、きちっと報告してる。みんなほら、多くの人が見てるから聞いてるからね。聞いてますからね。なるほど。じゃあせっかくなんで、じゃあ雪乃さん、さんちょっと僕の、あ、いいですか、じゃあこれ、はい、は、いいですか、はい、これいいところですよね。はい。迷ってる迷ってる。ちょっと待て待て待て。まだ1個1個目だよ。いいとこ、とあ、僕の僕のいいとこで、そうです、はい、今日ちゃんと1日、はい、イハという男を、はい、と向き合ってきたんですよ。おお、私、うん、今日1日、さっきしか会ってない。あれ8時半からしか会ってない。家で、自宅で。あ、自宅で、あ、思うよね、はいはい、なるほどね、はい、イメージして、はい、そうです、うん、で、まあいろいろ書いてきたんですけど、うん、はい、まず、はい、伊波さん、はい、こう見えて、はい、トークがめっちゃうまいです。トーク、うん、あー、しゃべりってこと。あ、はい、まあ、来ました来ました、はいはいはい。あれどうぞどうぞ。ほう、で、うん、ここからは一応本当なんですけど、あ、なるほど、はい、伊波さんは会社で、はい、あ、めっちゃマスコット的存在なんですよ。へえ、すごい、なんかみんなから、はい、伊波さん伊波さんとかって可愛がられてて、なんでそんな今抑えめの声急に声をトーンを抑えて伊波さん、その理由がそこまででも、はい、そうそう、あ、まあまあまあ、そうですね、はい、ちょっと大げさにやってます、うん、で、その理由が、はい、ちょっとおっちょこちょいっていうところがあるんですよね。なるほど、おっちょこちょい、はい、まあそうっすかね、おっちょこちょいっすかね。そうっすね、はい、で、一回、はい、あの会社でバーベキューをしようっていう時があって、はい、で、その時に役割分担を、はい、なんか誰誰肉持ってきてとか、はい、誰誰サラダ持ってきてねとかっていう中で、うん、おにぎり作って
ってねっていう伊波さんの担当があったんですよ、はい、あおにぎり担当あそうですね僕がね、はいはい、そうおにぎり担当があって、うん、でまあそれぞれ作って私もおにぎり作っていったんですけど、はい、でまあ一旦会場到着しておにぎり置きます、はい、で一旦一通り準備をみんなでやってじゃあさあ食べようってなった時に伊波さんのおにぎりがみんなおにぎり出すじゃないですか、はい、そしたらあれごま塩なのかなっていう感じで思ってたら、はい、よくよく見たらアリンコがめっちゃついてるやだイハさんのだけ俺のおにぎりだけなみんな他真っ白なのにイハさんのだけにアリンコめっちゃついててでなんでって言ったら、うん、なんだったか俺多分海苔巻いてたっけ海苔を巻くときに水つけて、うん、そうなんですよ水をつけてあの巻いてるんですよ巻くんだだから、はい、糖分が多分溶け出して出たんだ、うん、その糖分にアリが群がってきてるっていう、うん、そういうおっちょこちょいの可愛い、まあ、ちょっと待ってこのコーナーっていいところ発表したコーナーですよ、ね、めっちゃ可愛らしくないですか、ねまあ、確かにね女子には結構いいですよねみんなのためにちょっとやってきたんですよそれはねそうそうそうで全部捨てましたねイハさんのもうこのおっちょこちょいみたいな感じでマジでそれ全部捨てたこれはいいところですよね俺一生懸命作ったのに全部捨てられてるめっちゃもうマスコット的存在なんですよ、なるほどこういう可愛らしさがありますねでもやっぱりね伊波さんちょっと可愛らしさ自分も感じてましたよ思い出したわそんなことありましたねそういえばねありましたありましたなるほどねまあいいところかはいあじゃあゆうこちゃんはいもうここでちょっとねほら伊波さんばっか言ってるからさそうですねゆうこのいいところでさ、みさくちゃん聞きたいなそうですねちょっとなんか今、うん、ちょっとあのはい強敵すぎたんでちょっとびっくりしてるんですけど、うん、マジの、うん、初めて見た時の第一印象のいいこと言っていいですかあゆうこちゃんを初めて見た時のねおお何これはマジで一回褒めますね本当に一回だけ一回ってかこのコーナーを褒めるコーナーだからずっと褒めて外見なんですけど、うん、そっちゅうゆうこに言ってるんですけど、うん、この子身長あんまり自分と変わらないんですけどいやいやいや変わる変わるあれ何センチ146.7 です 160 あるからあそうですねとりあえずなちょっと待ってよあれ今のはびっくりした今のなんか俺に今バレたみたいなからなんであの一応違う本当に自分いつも言うのが足が長いんですよとっても足長いよねマジで、で言ってくれるんだ確かに本当に足長いんでいつも見た時なんで足長いのっていうだけ言って本当に会話が終わる時もあるぐらい足長いなって思っててで必ずなんか背と背を背比べする時に向けると、うん、なんていうんですかゆうこのお尻が自分のもう肩甲骨なんていうんですか肩辺当たるぐらい足長いんですよそんなにじゃあそれは逆に俺美咲ちゃんの体心配するゆうこちゃんの凄さより大丈夫かとりあえずそんぐらい足が長いことが、まあ、そうですねエピソードですね今のでも確かにねあの毎回あの会うたびに、うん、ウェイみたいな久しぶりとか言って、うん、ねなんでそんな足長いのってもう大体絶対に聞いてくるんですよ毎回毎回本当に疑問なんですよなんでこんなに同じ人間なのに足が長いんだろうっていう疑問がちょっとありまして本当にいつも素朴な疑問で本当に聞いてるんですよ本当になんで足長いのって腰勝手に触ってきますあそうなんだ腰どこみたいな腰どこっていつも触ってくる喋るときマジで顔より腰見た方が早いんですよ目線的にそんな顔見るより腰見た方が一応でも本当に自分の半分以上あります胴体の体の半分以上が足でできてるんでいるとキリンじゃんそれ怖いけどそう自分が本当に一番いいところだなって思ういやでもありがとうありがとう嬉しい嬉しいいやいいねいや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 いいエピソード来ますけどねあまだありますよね雪乃さんはい僕はまあありますちょっと待ってあるよねありますありますありますよねちょっとはい足はそんなに長くないですあ、まあそうですね足はそんなに長くないです2回言われたお前が言うな俺自分で言うのはいいけどお前が言うな人に言われるとちょっとイラつくわちょっと伊波さん、はい、まあ全てに全力なんですよ、うん、まあ一緒に仕事をしてたっていうのもあるんですけど、はい、もうアドバイス求めても、うん
もうすごいいいアドバイスとか、はい、ちょいちょい出してくるし、うん、ちょいちょい頼りにしてる先輩で、であのまあいろいろ全力で頑張るんですけど、うん、なんかですね、うん、あの歯も全力で折ってるんですよ。あれその話をした、はい、まあ、あのまあこの番組では一応何回もう3回ぐらい歯も折れたんですよ。あ、いいですよ、ゆきのさんから改めて全然大丈夫です。で、あの全力で笑い取りに行くんですよ、はいはいはい、うん、行くときはで全力で滑る。そういう熱い男なんですよ、矢さんは。なるほど、以上です。どうですか、矢さん。いやいや、確かに、でも全力で言ってるけど、うん、全力では滑ってない。滑ってはいるけど全力では。あれ、全力で滑ってた、やっぱそうなんです。あの時ですよね。あの時でどういう時、うん、あの披露宴の司会、披露宴の挨拶を、うん、そう、ま、そうそう、はい、あのね、はい、雪乃と俺の友達同士が、まあ、俺の男友達、はいはいはい、雪乃の女の子友達が結婚したんですよ、はい、まあ、俺たちきっかけで実は、すごい、ね、それで友人代表挨拶でやっぱ僕らが呼ばれて、はい、2人で一緒に立ったんですね、うん、まあ滑ってよ。あのさ、滑ったんですよ、人って不思議なことにあれだけ滑ると中身何やったか全く覚えてない。な、全然何やったか本当に覚えてない。滑ったっていう結果だけしかないってこと。滑りすぎて真っ白になって、そうなんですよ、目の前の光景だけ覚えてない。なんか滑ってるなみたいな。めっちゃ滑ってるな。え、なんか入念にこう作り込んだんですか、ネタっていうか。一応まあ話し合わせて、打ち合わせして、練習も何度かして、でも本当に何練習したかも覚えてない。そこからそのぐらい滑って全力で滑る男なんですよ。いやでもそっちも一緒だから、ね、その時は一緒に滑ってるから、ね、共滑りしてるからさ。被害者です、被害者、被害者。まあ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 、まあ、それもいいところだと、はい、全力なところね、はい、全力なところです。じゃあさあ、あ、美咲ちゃんの番ですよ、笑ってばかり、ね、行っちゃって、ゆうこちゃんのいいところ。もう次のいいところは多分誰しもが分かるような感じですね。なんだなんだ。いいよ。彼女は食べ物を食べるとき、とっても美味しそうな顔して食べるんですよ。あ、そうなんだ。で、そうなんだ。え、あ、違かったっけ、わかんない。あ、そう、ちょっと見えない。いや、大丈夫大丈夫、見えないから。で、まずこの2人でランチバイキングとか行くんですけど、よく行きます。その時の心得がまず自分と違うところは、うん、自分は普通にジーパンとか履いてくるんですけど、うん、彼女は食べ物に対しての熱が強いため、うん、必ずゴム製のワンピース妊婦さんが着るようないっぱい食べても大丈夫なようにと。じゃあいつもなんかそれなんか大丈夫だった。全然いいけど、いいけど、絶対さ、プライベートでさ、なんか優子見かけた人ってさ、絶対よく見るよね。絶対よく見るじゃん。こっから今から食べに行くなみたいな。そう、いやいや、だからなんでそういう格好なのかなって聞いたら、本人がそう答えたんで、あ、まずその心得も違うなと思って、うん、でランチバイキングに行って、うん、食べる時のまず量が多分2倍ぐらい違うんですよ、自分と。さらに持って、そうなんだ。簡単に言えば、ケーキ自分が1ホールだと、うん、あ、1ホール。待て待て、その単基準の1切れ、1切れだ。あ、そうそう、1切れね、びっくりした。1カットに対して、うん、まず5カット持ってくるぐらいの勢いで量が違うんですよ。なのにこの細いじゃないですか、うん、まあそこも羨ましいんですけど。で、あと何がそれにいいことにつながるかというと、ゆうこ、ん、とランチバイキングに行ったら、うん、自分家帰ったら必ず3キロぐらい太って帰ってるんですよ。本人が美味しそうに食べるのを見てるので、隣でもっと食べたいと思って食べてしまって、 それはでも人に何て言うんですか、いいなんて言うんですか、ほら、なんて言うんだろう、生きる力を与えてる、生きる力、あの、食欲、いい食欲を与えてるところはちょっと人と違うところかなって思います。まあでも3キロね、それで太って、そんなのってくる、太ったの、太った、マジか、マジでめっちゃ食べてしまう、なんか負けないように食べてしまうっていうのもあるし、負けないように食べてしまう、負けず嫌い、めっちゃ負けず嫌い。ああ、そうなんだ、もうめっちゃ負けず嫌い。それで食べたいっていうのもあるけど、うん、まあこんな心得で来てるのに、なんか自分も一緒に乗っかって食べないとなっていう、うん、なんて言うんですか、なんて言うんですか、こういうの、なんて言うんですか、いいところ、何、そう、友達共感。すいません、あの、日本語、はい、パスします。はい、お願いします。そう、あの、
く私食べるんですよ本当に、うんうん、結構ね男子並みに食べてて、はい、まあ、今はちょっと落ちてきてるんですけど、うん、もうご飯食べに行くときは絶対にこの美咲がさっき言った、うん、まあ、ゴム製のものだったり、うん、こう体型が目立たないちょっとダボっとしたワンピースとかを着て、うん、で自分すっごいイカ水なんですよ、うん、お腹が出ちゃうんですよ食べたら。だからもうお母さんにも友達にも言われるのが見せるじゃないですか食べたって、うんうん、これやばくないって言ったらみんな妊娠5ヶ月って言います。そんなにそれぐらいやばいんですよ私、うん、やばいやばい本当にやばいやばいよね、うん、本当にやばい見せたんですけど本当にやばくて、だからぴったりした服を着れないんですよゴムなんだよね。ゴム製です。自分の時はゴム製です。そのゴムが、美咲ちゃんの目の前にあるんだよね。そうです。位置的には。位置的には、もうゴムが目の前に。目の前に、なんか喋ってる時はイカ水見て喋ってるみたいな感じですね。本当に。イカ水見て喋ってる。やだイカ水見て喋ってるってことある初めて言われた。足が一応いいところなんだね。いいところ、ね、いいところ。ああ、いいところ。いやー、いいっすね。いやー、よかった。いや、素晴らしい。素晴らしい。二人素晴らしいよ。ねえ。ねえ。もう、このままちょっとじゃあエンディングまでずっといてください。ね、はい。じゃあ、はい。じゃあ、一旦 CM 行きましょう。はい。イカ水見て喋ってなんか今腰見て喋ってしまうから、たとえ初めでした。足一応やばいんですよ、ね、リアルガチで、リアルガチで、リアルガチで細長いから、うん、本当になんでかなっていう。それはでも僕らも見て分かります同じ日本人なのになっても思ったりもして本当にそう。量も食べれる。めっちゃ食べます。最近ランチでは、あ、でも全然あれ抑えもします。ランチの時にめっちゃ食べます。弁当とか本当にこんぐらいとかなんで、こんなちっちゃくなるこれこれこれぐらいか、うん、本当に弁当も全然食べない。まあまあ本当に赤野さん、イカ水、イカ水、でもゆうこより食べん、ゆうこ美咲より食べるって思ってなかった。ランチ、ランチってご飯、あ、普通のご飯に美咲、ランチの時、ランチの時、ランチバイキングの時、バイキングの時、あ、わかりました。ミキアさん取るかな。じゃあ先にシーマーゲー、シーマーゲーちゃう、プルプルの入れますね。先に5秒前のジングルから流れるから、2、1。最初はグー、じゃんけんパー、あ、グーだ。最初はグー、じゃんけんパー、あ、グーだ。あ、グーだ。いや、もうアイコンやめてくれないから。技能ガルフ。大丈夫ですか、伊佐さん。大丈夫？いや、びっくりした。髪落として。大事な後っていく前に髪落として。ね、いきます、はい。この番組は、石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、お菓子御殿の提供でお送りしました。はい、はい、じゃあエンディングで引き続き、ね、告知しちゃいましょうね。はい、はい、7月2日日曜日ですね、久しぶりの国際通りでの定期イベントがあります。OBP 沖縄美少女プロジェクトのイベントです。場所がですね、ユイレール牧師駅からもうすぐ近くの国際通りで行っています。外がトランジットモールになるので外で行います。16時からです。ぜひ遊びに来てください。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ美咲ちゃん、なんか告知とかあれば。あ、告知いいですか、うん、じゃあ、11月に小橋マラソンに出る予定です。皆さん応援来てくださいイエーイ。告知、いいよいいよ、いい告知だ。いい告知絶対、いや、でも沖縄一早いですよね。早いね、宣伝早いですよね。早い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 。いやー、皆さん、あります。あ、じゃあ、はい、ですか、はい、今、職探ししてるので、頑張ります宣言、よろしくお願いします。さあ、で僕は特にないんですけど、はい、さっきね、うん、まあ、野球中止になったなんとかっていう話がありまして、うん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 、プロ野球はね、カナさんね、技能ガルフのそのカナさん、もうちょっとつなげてみます、電話。おー、ちょっと、はい、はい、行きます、ね、いつもエンディングでね、カナさん、告知ごとあるんじゃないかな。あ、今かかってますね。あ、かかってますね、はい。お、
はい。お、もしもし。もしもし。お名前聞かせてください。どうも、神田邦弘です。おー神田さん。はい。こっちね、めっちゃ盛り上がってますよ。うん。あのですね、はい、今日はちょっと雨でノーゲームになりまして。らしいですね。そうなんですよ。だから、うん、結構早い段階からリスラジで聞いてました。あ、本当ですか。どうでした、はい、ね、うん、みんな楽しそうでしょう。楽しいです、はい、いや、楽しいっす。うん、なんか告知とかあります？告知？告知あります？そうね、雪乃に仕事探し頑張ってくださいっていうことだけ。あ、そうなんです。雪乃さんスタジオ来てて、あ、そうだ、はい、せっかくなんで、さっきね、僕らの2人のいいとこ悪いとこっていうか、まあいいとこ発表してもらったんですけど、うん、せっかくなんで、うん、雪乃さんもね、神田さんとちょっとつながりあるんで、うん、ちょっと雪乃さんに、うん、神田さんのいいところちょっと発表してもらいましょうかね。あ、神田さんのいいとこ、うん、あ、聞いたことないね。神田さんのいいとこはですね、うん、やっぱりかっこいいっすよねスポーツが好きですよね、うん、そうめっちゃ棒読み以上ですか。めっちゃ棒読みだな、はい、あっさりお前、15年ぐらい一緒にいただろ、お前めっちゃ温度がないトークだったら今な。ちょ、神田さんとお話ししてたら時間過ぎるのめっちゃ早いっす、うん、早く過ぎれみたいな感じ、ね、いやでも今日は楽しかったですね。あー、楽しかったですね。神田さんは今どういう状況なんですか、それで。ですね、先ほど自宅に戻りました。あ、そうなんですね、なるほどなるほど、はい、じゃあ来週終わっていろいろ片付けして移動中で今家に戻ってギルマルフ聞いてました。 ありがとうございます、はい、じゃあカナさん残り30秒なんで、はい、いつもの締めのコメントをカナさんからお願いします。はい、また来週お会いしましょう。それでは皆さんさよなら。みんなもありがとうございました。じゃあね。なんか冷たい ね、はい、じゃあ改めて、はい、はい、ギノガルフ、この番組は、OBP 沖縄美少女プロジェクト、ゆうこと、伊波優作と、ゆうこの友達美咲と、伊波さんの友達ゆきのでした。神田さんもいるかな、神田さんもいるかな、ね、はい、じゃあ来週までさよなら。